さっきまでちょくちょく雨が降っとるなと思っとったら、急にドバーッと降り始めました。これがいわゆるスコールというものなのかな。でもお店の前にこうやって屋根があるところが多いので、雨宿りするところが結構あります。でも慣れている皆さんはスコールってすぐ雨が止むから、みんな傘とかじゃなくてカッパを持ってて、スコールになった瞬間みんなカッパをサドルから取り始めてました。夜9時前です。旧市街の西の方はだいぶお店が閉まるのも早くって静まり返っていますが、東に行くにつれてこうやってお店も開いて、まだまだ夜はこれからという感じです。さっきは服屋さんがずらーっと並んでて、靴屋さんいっぱい靴ある、コーヒー屋さんが並ぶところはロブスタッシュの香りがしてすごいいい香りでした。これからタヒエン通りに向かいます。タヒエン通りは夜も24時間やってるお店も多いということで、賑わってるんじゃないかと思います。タヒエン通り思ってたより小さな小道でした。お客さんがいなくなると閉めるお店もあるそうですが、一応24時間営業できるという決まりはある通りみたい。六本木うわ、バイク通るか。あ、お鍋屋さんとかある。なんでみんな片付けてんの。あ、警察だ。マルヒ美味しい。なんで片付けてんの。ありがとう。なんで警察来たら片付けるの。すごい手掴まれてる店員さんに。タヒエン通りはキャッチの数がすごくてどうすればいいのかわからなかった。せっかくだったらベトナムの方が食べてそうな料理屋さんを見つけたいと思って、ちょっと静かな通りに歩いてみようと思います。本当にこの辺りは飲食店がとっても多い。混んでるだけの人もいれば、フォー食べてたりピザ屋さんとかバー美味しいレモンティー。
何これ、え、頼んだ、何お通し、Thank you。 チキン焼きそばみたいな。そしてこれは何、あ、これね、だから頼んでない付け合わせかな、あのよく方で出てくる野菜の代わりあ、鶏皿、Thank you。 待って、料理とはいえ、お椀とはいえ、飲み物もなんか隣のお店から来たり、道渡ってきたり、どこから料理が来るの？あ、おー、Thank you。 すごい笑ってる、あのお兄さんこれ、お前が頼んだのかって。団子売ってる人いっぱい来る。見て見てこれ、あ、ふにゃふにゃしてる。セーリングブレインスープ、豚の脳みそのスープです。あははは、脳みそふにゃふにゃしてる。食べれるかな。お兄さん美味しいよって言ってたから、すごいいい香りするよ。お出汁はいい香り、チンゲン菜だ。見た目と感触、白子みたい。いただきます。あ、煮込んだ白子みたいで意外に美味しい。栄養ありそうな感じする。ちょっと端っこら辺がミシって言ったけど、何だったんだろう揚げ春巻き1万丼ちっちゃいよって言われたけど、結構大きい。あーつい、うん、おばばさんのお店で食べた時はカニって分かったけど、これ何入ってるんだろう。お肉っぽい味かも。お店によって肉とか魚介とか違うのかもしれない。脳みそスープ飲み干します。勢いが必要かもしれない今ベトナムにいるから、ベトナムで食べてるって思うと食べれるけど、日本だったらちょっと食べないかもな。でもね、美味しかったから、ぜひベトナムに来た時はベトナムを感じられると思うんで、お店にあったら脳みそ食べてみてください美味しい。